どうも皆様こんにちはこんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら？本日も、ファンダム様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで、今回はどのレベルなのかしら？今回ご紹介するのは、レベル118、チェリーパーク、です。ここはどんなレベルなのか。早速見ていきましょう。警告。自動審査チケット。理由。ファイルレベル118への編集が自動検閲を引き起こしたため、審査が必要です。未登録端末からのアップロード。まずはレベル118の基本情報です。レベル118こと、チェリーパークのサバイバル難易度のクラスは2です。出口は5分の3で体質困難、環境は5分の3で高い環境リスクがあり、延期家は5分の0で敵対的な延期家はいません。あと今回の情報は、ファンダム様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。我々のチームはなんとかレベル118に到達した。出口が見つからなかったので、この紙に見捨てられたレベルでの滞在を記録することにした。そして写真はかなり低品質だったので、もし異例が見つかったら古いのと入れ替えることにするよ。レベル118は、不定サイズに広がる草の平らな面です。レベル118の大部分は濃い灰色の霧に覆われており、レベルの大部分が見えなくなります。この霧にははっきりとした原因があることが判明しています。レベル118には湖がいくつもあり、全体の半分を占めています。レベル118には、初歩的な幾何学模様を描く桜の木がたくさんあります。レベル118が非ユークリッド的なものなのか、それとも直線で歩くと同じ領域または同一の領域に到達する可能性があるため、純粋に反復的なものなのかは定かではありません。レベル118は Wi-Fi の電波がゼロなので、閉じ込められた場合、レベル外の誰かと連絡を取ることは不可能です。レベル118の芝生はよく手入れされ、常に高さ4分の3インチの高さになるように綺麗に刈られているようです。調査の結果、草はこの限界を超えて伸びますが、5分以上監視されないと4分の3インチまで刈り取られることが判明しています。この原因は不明です。また、レベル118の水域は底なし沼のように見えます。レベルの底の大部分は、木から落ちた花びらで覆われています。また、レベル118には、花壇、があります。小さな奇妙な形の土のパッチがまばらに配置されています。これらのパッチは、レベルをナビゲートする道のようなものは形成していません。レベル118全体を通して唯一の小道状の構造物は、前述の水域から土地を守る壁です。レベル118にはザ・バックルームズの他のレベルではほとんど見られない、いくつかの特筆すべき性質があるの。レベル118は、オブジェクトが全くない数少ないレベルの一つよ。また、レベル118にはゴミや物資のような異常な物質が全くないわ。放浪者が落とした資材は、周囲に他の放浪者がいなくなると消滅するようね。この影響のために、放浪者には必需品を常に身につけておくことが強く推奨されるわ。レベル118の最も顕著な特性は、レベル内部で眠ることができないことね。これは非常に危険なことで、3日以上起きていることは致命的であり、短時間の睡眠不足でも正気度が低下する可能性があるわ。次に延期家ね。レベル118には記録された延期家はいないわ。敵対的な延期家はいないと考えられていて、延期家を見つけるための調査が進行中よ。次に前哨基地ね。レベル118の性質上、恒久的なコロニーや前哨基地を設立することはできないわ。でも、BWO から定期的な偵察チームが毎週派遣されているみたいね。最後に出入り口です。まずは入り口です。レベル145の背の低い木にノークリップすると、ここに行けるかもしれない。レベル185の春エリアを歩いていると、徐々にレベル118に移行することがある。レベル427の花畑をノークリップすると、ここに行けるかもしれません。最後に出口です。タイル張りの階段は、レベル70につながる、アーチ状の木は、レベルマイナス34につながることがあります。操作、ヘッジトリマー、ミッションキャプテン、キャサリン・ガルシア、研究員、アンソニー・ベル、アーキビスト、マシューボックス。ミッションの目的、サーマルカメラを使用し、レベルを管理している延期家を確認すること。MEG 工作員のマシューボックスだ。レベル118の調査任務に抜擢された。3人1組のチームで、私はただの調査員だ。僕が選ばれた唯一の理由は、データベースを使いこなすことができるからだ。また、装備品運搬係という役割も得ることができた。でも、僕が知る限りでは、それほど難しい仕事ではないと思う。2日間の簡単な調査任務だ。サーマルカメラを設置し、草むらを撹乱し、何が起こるか見て、去る。退屈？役に立つか？まだわからない。簡単だろう？
睡眠不足が旅にどう影響するか、ちょっと心配だ。不眠症には全く慣れていない。ガルシア中佐が、そろそろ出発の時間だと言っている。またマシューだ。今日で1日目だが、すでに何か問題が起きている。ありがたいことに、無事にカメラをセットアップすることができた。最初の2回は何も出なかった。私たちが置いたゴミはなくなっていたが、カメラには何も映っていなかった。中佐は、スピードが速すぎるか何かかもしれないので、トライし続けようと主張した。個人的には、もし何かあったとしても、そもそも体温がないのではないかと思う。この場所でできる唯一の有用なことは、ゴミ処理システムに変えることだ。カメラを持っていかれたから、三つ目は少し遅すぎたようだ。アンソニーはかなり怒っていたよ。あれを作るのは簡単じゃなかったからね。僕の給料から出ないでよかったよ。僕は周りを見るために立ち止まり、僕の人生は決して完璧にはいかないから、他のチームとはぐれてしまった。立ち往生する最悪のレベルではないが、どんなレベルでも一人で立ち往生するのは避けたい。私は緊急無線を起動させた。回収チームがいつ到着するかはわからない。キャサリンが連絡すれば、二人送ってくれるかもしれない。すべてうまくいくはずだ。またマシューだ。時間がどれだけ経ったのか全くわからないし、それをどう感じていいのかもわからない。少なくとも2日間は寝ていないと思うが、僕の意見には何の価値もないようだ。一箇所に留まっているのに、疲れが出てきている。信じられないかもしれないが、たまには知的な考えもできる。ありがたいことに、食料とアーモンドウォーターを持っているので、飢えたり喉が渇いて死んだりすることはない。今はありがたいこととは言えないが、これでいい。出口を見つけるのに十分な時間、それが重要なんだ。早く外に出たい。チームメイトが無事だといいんだけど。多分無事だろう。僕に何が起きているのかわからない。モンスターを探しに行けば、見つかるかもしれない。この場所には縁起手がないのは知っている。少なくとも、見られたがりの縁起手はね。内向的な人は尊敬するよ。私は霧の中を駆け抜ける影を見続けている。そして私の目には、葉が揺れ、草を這うのが見える。全部気のせいだ。現実にはありえない。さらに憂鬱なことに、ここには Wi-Fi がないことがわかった。SOS 信号も、おそらくこのログも誰にも届かない。誰も助けに来てくれない。自分のことは自分でやるしかない。ここで死ぬわけにはいかない。死ぬまであとどれくらい時間があるのかわからない。最低でも3日は寝ないと死ぬらしい。僕がどれだけ迷惑な人間かはともかく、それが望ましいことなのかは疑問だ。レベル118は、その完璧さと空虚さで私を不安にさせる。私は疲れ切っていて、そのせいでイライラしている。でも、今は疲労が一番の心配事ではないと考えている。霧の中の忌まわしい影が頻繁に現れる。彼らは私を見ている。私を見て笑っている。皮膚は痛くないが、下を見ると何かが張っている。それを見たとき、私は凍りついた。もし私が食料を節約していなかったら、おそらく投げつけていただろう。なぜあいつらはまだ私を殺さないのだろう？私の苦しみを楽しんでいるに違いない。少なくとも、霧のせいで、不気味さの種類は違っても、あいつら全員を見ることができないのはありがたい。私はここから出なければならない。しかし、すべての出口が閉ざされているのではないかと思い始めている。運が良かったとしか言いようがない。私にわかるのは、すべてが敵対的だということだけだ。自分の頭が、今まで見てきたことのいくつかを発明できたとは思いたくない。ああ、考えがまとまらない。怖い。毎日、太陽が空を這うようにして私たちを照らしてくれていることを考えたことがあるだろうか。空はとても大きいのに、私たちを暖かさで満たすために毎日旅をしている。私は今、その太陽の光が必要だと思う。あいつらはどこにでもいる。あいつらはどこにでもいて、私を見ている。今すぐ外に出たい。なぜあの光は、神に見捨てられたこの場所を浄化してくれないのだろう？でも、あの光は不純物を、あいつらだと思うのだろうか、それとも私だと思うのだろうか。私はこの完璧に不完全な。人間のいない世界の汚れなのだろうか？人間はここにいるべき縁起手ではなかった。ここに悟りがある。眠るとは目を閉じること。もう一度目を閉じて、この地獄の中で眠れたらと思う。でもどうにかして、私は安全を見つけた。出口だ。もし私の思考に価値があるのなら、この思考がその庭に繋がるのだと思う。やっと自由になれた。